元カノに順位とかないけど、こいつはすごいいろいろ思ってたとかあったの？いや、別に。うん。レイピアいらっしゃい。別にないよ、俺は。うん。お前の話なんか誰も聞いてねえって振りてん。じゃあお前ここになんでいいんだよ。大丈夫かよ。大丈夫っすか。ええ。いや俺の話聞かねえでここにいるってことは何をしてるのここで。間抜け野郎だろ。あ？あ、あ？何しにここでコメント打ってんだよ。ご苦労なこった。ブロックされたくねえからお茶なんか投げやがってよ。あ？ぶるってんだろ、こらら。さっさとブロックされりゃいいのにな。こういうコメントよ。チャー投げながら打ってる奴らが、いかにクソ野郎かっていうのは、もう、自爆してんだよ、お前ら。チャー一個の奴は。アブラミーおはよう。まあ、基本的にチャー一個の奴は読まねえから。うん。打ってもね。どうせここにはコメントで乗らないから。お疲れ様です。めんどくせえんだよ。ああ。だからめんどくさいっていうよりしつこいんだよ。うん。出したくて仕方がない配信者もいるんだよ。俺は別にそんなことは考えてなくてやってるから。その違い。お分かり？じゃあ俺みたいによ、おめえ、100人近くブロック入れてみろよ。コメントもなんか、あ、もう100人じゃ4人しか来てねえんじゃ、もう全員いなくなっちゃうな。アウトでーす。でも俺よ、100人今入ってんだけど、それでも同じ350とかは来てるからな。コメントはよ、出てこねえけど。ああ。サブアカで来てんのかな？わかんねえけど。はあ、息吸ってありがとう。お茶汁。ラジオ感覚、バクさん。ああ、いいよそんなの。気にしねえで。傍若に相当馬鹿にされてるけどな。そう？
昨日一緒にラーメン食いに行ったりとかしてるけどな。うん、放送外でね、オレンジ来て腹減ったって言うから、なんか食いに行くっつって、仕事がはかどるの？ほんとかよ。レイカさん、初コメ、いらっしゃい。女性には優しい配信です。小太郎いらっしゃい。おはようございます。コンテありがとう。ありがとうさん。あ、お前なんかよ、そのぐらいしかよ、役立たず。わかった？俺に枠切らせたいんだったら、ちゃんとやってこい。俺じゃあ坊に今聞いてみよっかなあ。バカが文句言ってんだけどって、なんか文句あんのって。おらはい、カニパンブロックでーす。お前嫌いなんだよ。俺な、向こうの放送でカニパンのコメントずーっと見てたんだけど、お前はブロック対象だったの。銀内いらっしゃい。お前どこでもよ、なあ、ポンプ入れてっから。パスタに長谷へのお茶漬けの素と納豆をかけると意外にうまい。それ長谷の素じゃなくて、あの松茸のお吸い物の素をかけた方がもっとうまくなるよ。長谷へのああ。明日から12月だな。早いな。あと1ヶ月か。今年も。うん。早いよ。うん。まあ早くても短くてもいいんだけどな。のんびり生きてりゃいいんだよ。特に俺なんかほら、
ストレスがねえだろ。今日これやんなきゃなんねえ、今日こうやって生きなきゃなんねえとか、用事があるとか、ああじゃねえとか。夫人に金をたかってるの？夫人配信で言ってるけど。傍若に？たかってるよ。当たり前じゃん。チャンマンは年末年始はどっか行くの？どこも行かないよ。うん。香川くん閲覧600人。よかったじゃん。頑張って。閲覧バカになんかしたことねえよ。コウさんは香川のことが好きなんだったら向こう行けや。なんで俺んとこ張り付いてんの？じゃなかったら100人もブロック入れるかよ。クソがよ。めんどくせえやつはぶっ込んでいくだけだよ。もう何言ってもわかんねえんだよ、こういうバカだから。同じこと何遍も言ってよ。頭がパーだからな。こうやってたぬき枠の掲示板のバカがこうやって湧いてくるだけ。前まで1000人と威張ってたのにもう100人なの？あ、全開放したから。坊ちゃんが俺の携帯でわーって言って何っつって、全部解放しちゃったっつって言うから、まあしゃあねえなっつって、またコツコツブロック入れてくわっつって。坊が LINE 晒しとるよ。そんなのもともと晒してんじゃん。やっと家賃払えたの、ともくん。何の話ですか？今日で家賃、あ、滞納なくなったって LINE 晒してるよ。あ、坊ちゃんだって俺の携帯のあれも番号も全部知ってるから、俺ん家来ると俺の携帯ビーって持ってってヒンヒンヒンって見て、あ、ブロックこんな入ってんだみたいな、すぐいじるから、あの人。うん。香川ふわっち閲覧40。知らねえよ、ほんま。いいじゃねえかよ。600とか言ってたぜ、さっき。知らねえけど。え？めくらか？ポンプやめれ。
佐野さんのプライベートを晒しすぎじゃねえ。誰が？坊ちゃん？傍若は俺のことは何に晒したっていい。俺は怒らねえから。それは言ってあるから。あの人が何俺のことを言っても、また言ってんのがしゃあねえなっていうだけ。まあ楽しく配信やらせてくれよ。楽しく配信して楽しく毎月配信で給料が入ってくればそれでいいんだから。何年これで食ってんだよ俺なあ。なあ、家賃の滞納終わってよかったね。そうそう、滞納っていうかこれ普通で、次には俺が次の家を宿探しを始めるかどうかの話だよね。うん、ヒロさんこんにちは。歴だけおじいさん、いよいよ下痢便漏らしてしまう。言ってることがよくわかんない。大丈夫ですかマー君。おい、腫れ倒すぞお前。この野郎、星なんかつけてんじゃねえよこの野郎。おい、俺はガキを。妖怪下痢漏らし、それ打って面白いのお前。クソ漏らすのがなんだっつんだよ。おい、おめえ漏らしたことねえのかよ。ねえわな。普通のやつはな、俺は普通じゃないからクソも漏らすわ。最高だろ。佐野は佐野だね。ちゃんま面白いっつったってそんなことは。お茶で投げてブロック回避してるやつなんかこんな程度でしかいじりようがねえよ。だってコラボ曲やったってこいつら上がってこねえんだもん。喋れねえんだもん俺と。うん、